ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、県議会12月定例会に提案する令和4年度一般会計第6号補正予算について発表します。補正予算額は3億円です。令和4年8月大雨被害に対応した IGR の災害復旧事業費補助及び令和4年福島県沖地震に対応した中小企業等のグループ補助に必要な予算として3億円を計上しました。なお原油価格物価高騰対策等については国の経済対策を踏まえ現在検討を進めており、12月定例会中に提案できるよう補正予算の準備をしているところです。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は岩手めんこいテレビの太田記者にお願いしておりますのでよろしくお願いします。この司会増田さん以来ですので拙いかと思いますが、よろしくお願いします。はい、質問の前に記者クラブへの転入者を紹介します。転入した記者からご挨拶をお願いします。岩手日報社の鎌田記者。岩手日報社報道部の鎌田と申します。以前は経済記者クラブで3年半一次産業と ILC をメインに取材しておりました。で引き続きよろしくお願いいたします。はい、続きまして同じ岩手日報社の加藤記者お願いします。岩手日報社の国際部の加藤と申します。普段は経済記者クラブに所属しております。2年半釜石支局で勤務しておりました。よろしくお願いいたします。はい、では今の知事の発表事項について各社から質問があればお願いいたします。それでは発表事項以外で、質問があればお願いいたします。岩手日報国際と申します。よろしくお願いいたします。まずコロナの感染拡大についてお伺いできればと思います。本日1600人以上の感染者数が発表されました。専門家からは感染の流行第8波に入ったという指摘もありますけれども、まずは現在の感染状況の受け止めというところを教えていただければと思います。はい、岩手県第7波の時の最高が1日約2000件でありましたので、1600件を超えたというのはそこに近づいていくような感染の拡大であり、2000を超えれば過去最多ということになりますから、だいぶ気をつけなければならないと思っています。先週から、先週、岩手県医師会と県で、連携し感染対策の徹底を改めて、県民の皆さんに呼びかけたんですけれども、国の専門家の意見の中でもこの寒さで、換気が不足気味なのではないかという指摘がありますので、換気ということには改めて、気をつけていただきたいと思います。あとは第7波で、相対的に、感染者数が少なかった北海道東北で今全国の中でも特に感染者数が多くなっていて、そして、第7波で、感染者数が相対的に、第7波で、感染者数が相対的に多かった、沖縄、九州で今感染者数が少ない状態になっています。60歳未満の人たちは基本的に今
今年の初め頃に3回目のワクチンを打ち、その後打ってない方が多いと思うんですけれども、この間沖縄、九州の方は感染拡大が第7波で夏に大きくあって、免疫がその時のものが今に残っているのではないかというような趣旨のことを国の専門家の方も言っていたというふうに記憶しておりまして、そういう意味ではワクチン、オミクロン対応の新しいものが打てるようになっていますので、こちらの方を早く打っていただきますと、この北海道東北の方の感染もこのブレーキがかかってくるのかなという推測ができる状況かと思っています。ありがとうございます。今度は対策の部分なんですけれども、政府の分科会の方でですね、新型コロナウイルスの分科会で新たなその対応強化策というものが示されました。都道府県が外出自粛を要請する対策強化宣言というものを新たに新設したというところが一つ大きなトピックになります。それで、先ほど知事の方からも2000人という数字が出ましたけれども、第7波を超えるような事態になったらば都道府県が、その発出について、検討する、あとは決定するという手続きになるんですけれども、この宣言を出していく何か基準というもの、例えば感染者数で先ほど2000というところもおっしゃってましたけれども、そこを超えた段階で、宣言の方を発出する検討に入るというような受け止めでいいのか教えていただければと思います。感染者数がすでに過去最多を上回っている北海道、そしてその北海道に次いで今感染者数が増えている山形はじめ、そうですね、東北では第7波で東北の中でも感染が目立っていた青森県が今東北で一番感染者が少ないという状態 で岩手はその次に少ないので、まず北海道や他の東北各県の状況を参考にしながら決めていく余裕が岩手にはあるのかなと思っております。ありがとうございます。今度はですね、変わって知事選と先日行われた滝沢市長選についてお伺いできればと思います。毎回会見の方で聞いている職なんですが、次期知事選への対応というもの、現時点での検討状況を教えていただければと思います。今発表できるようなものはありません。わかりました、ありがとうございます。滝沢市長選の、先日投開票が行われて、推薦は得なかったもののですね、自民党が支援する新人というのが勝利しました。知事はですね、以前の会見でも現職の方を、リーダーシップが優れているというところ、あとはその一緒にですね、民主党時代に一緒に仕事をした仲間だというような仲だったというようなお話をされていました。今回の選挙結果というものをどう受け止めたのか、次期知事選、県議選にですね、影響がどのように出てくるのか、現在所感があれば教えていただければと思います。柊馬さんが時点にとどまったのは大変残念であります。市長を続けられれば非常にいい姿勢を市民の皆さんと一緒に進められただろうにと残念に思っております。滝沢市非常に大事な市で、市民の皆さんにもいろんな力あります、潜在力がありますので、新しい市長さんにはぜひ市民の皆さんと良い姿勢を作っていってほしいと思います。そして選挙は基本的にその候補者を比較したりしながら見ていかなければなりませんので、来年の岩手県知事選挙っていうのはまだそういう検討とか評価とかできる段階にはないと思います。ありがとうございました。盛岡タイムズの佐々木でございます。はい、私もコロナとまずコロナについてお伺いします。はい、先ほど岩手日報さんもお話しされました、対策強化宣言、あとはその医療緊急事態宣言が、知事の判断で出せるようになったということですが、これはあくまでも、他の現時点では他の都道府県よりも感染状況に余裕があるために、他の
まあ、今北海道がまだそういう宣言を出してないんですけれども、まあ、今すぐ絶対出さなきゃならないという状況ではないんだと思います。で、まあ、北海道がまだそういう状況ですから、岩手や青森というのはまだそういう状況には至っていないんだと今現在では思います。そうですね、先週国が、今それぞれ質問がありましたように、新しいこの対策枠組みと言いましょうか、対策強化地域という枠組みですね。これについては、そうですね、手続きについては来週自治体にお知らせということが先週通知されていて、今週それがもう届いているのかどうかちょっと私のところにはまだ来てないので、まあ、今週中に県の対策本部会議、コロナ対策本部会議を開いて、まずはこの新しい対策強化地域という枠組みやそれに関わる、国の新しいレベルの考え方ですね、レベル1からレベル4、このレベルも新しく整理されていますので、それを、県組織の中で確認するところからまず手をつけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。もう一点、滝沢市長選についてです。市長選の結果はそこで受け取りはお伺いしましたが、投票率が 45% 下回るというなかなかない結果になってしまいました。その点について何が原因だったのか、あとはその選挙制度というものを維持していく上でもっと投票率は必要だと思うんですけども、どういった取り組みが必要だと考えますか？やはりかなり低い投票率だなと私も驚きました。滝沢氏固有の問題というよりは今日本全体として、政治不信が広がっているのではないかなと思います。まあ、特にこの統一教会問題が今次々に明るみになって、この日本の政治の中心、戦後長きにわたって中心であったところや、特に最近10年間一強体制と呼ばれるような体制が、この実はこう日本国民の尊厳や国の国益をもう踏みにじるような、そういう活動と日本の政治の中枢がつながっていたということで、多くの国民がショックを受け、そのさあ選挙だ投票だっていったときに、こうじゃあどう考えてどう行動すればいいのかっていうのが見えにくくなっているのかなと思います。そういうタイミングでこう滝沢市長選が行われたんだとすれば、残念なことだったと思います。テレビの鶴巻と申します。よろしくお願いします。はい、滝沢市長選でですね、勝利した候補者が中心的に訴えていた盛岡赤十字病院を、滝沢、今盛岡の三本柳にある病院を滝沢の方にこう誘致したいとかとですね、こう主にこう訴えていたんですけど、その病院の移転について知事はどのようにこう思っていらっしゃるか、そのあたりお願いします。赤十字病院は、この病院 の、 この自立した意思決定の中で病院経営が行われていて、この立ってどのくらい立ってるかとか、どういうところを直さなきゃならないのか、そういう建物の安全の確保ですとか、また新しい機械の導入とか、そういうことはこう常に検討しながら年度年度こう
一定の決定をしながら、病院経営を進めているというところなんですけれども、その中で特に移転とかいう話は聞いておりません。また県としてはそういう前提に基づきながら、医療計画を立てて、県全体、医療圏、二次医療圏や各種医療圏ごとの病院の連携などによって、滝沢市民の皆さんも含め、全ての岩手県民が必要な医療が受けられるような体制をこう作って、やっているところです。わかりました。ありがとうございます。あともう一点なんですけども、その市長選の前日にですね、篠田武志衆院議員がですね、先日立憲民主党岩手県連との資金問題に巡る裁判が終結したことでですね、記者会見を開いて県連側との関係修復に言及したというのがありました。ニュースにもなっていたと思うので、もう見られていると思うんですけども、その品議員が言っていたのが、県連から品議員に対してこう謝罪が大前提で、ボールは県連側にあるというようなお話がございました。そのあたりですね、この知事こうどのようにこう思ったのか、そのあたりお願いします。報道によると、こう去年の衆院選で自分もスタッフも苦労したというような話があったようなんですけれども、その記者会見先週やっている時に、品議員が初当選する時も大きな力になってくれ、その後当選重ねる時にも一緒にやっていた朱浜さんが選挙をしていて、そして朱浜さんと一緒にこの民主党であったり立憲民主党であったり野党共闘であったり一緒にやってきた人たちも滝沢市内で選挙や運動をやっていたことの方をまず考えるべきだったんじゃないかなと思います。それから何かこう政治をこう取引のように考えてですね、アメリカのトランプ元大統領は政治をこうディールと呼んで、まあ、取引、自分が何か得る、自分が何か与えるには相手からも何か得るみたいな、ただ政治っていうのは何ももらわなくてもその人に投票するとかですね、何ももらわなくてもその人を応援するとか、実はこう無償の自由な意思決定と行動っていうのを組み合わせてものを作っていくのが政治ですので、自分が何かやりたいのであれば、何かこう相手に見返りを求めるのではなくて、まず自分がやりたいことをやるというところから政治は動いていくのだということを申し上げたいと思います。知事の方から見て、いろいろなこの10年間の中でのいろいろな政治的経緯もありまして、小沢議員を中心とした立憲民主党の県連のグループと品さんの方でこう関係というのはかなりこう確執のようなものがあるようなふうにも見えるんですけれども、実際こう修復していくことは可能と考えるものでしょうか。あまりこの政治家個人とか、その政治家個人の国民、県民の生活とか国の在り方、地方の在り方と直接関係のない政治家の行動については、あまり深く考えなくていいんじゃないかと思ってまして、やはり大事なのは、人々の生活であり、それを良くしていくための政治のありよう、そちらとの関係で政治家の行動や考え方がこう問われるということはあるんですけれども、まあ、今は統一教会に依存しなくてもきちんと選挙を戦って、そして、政治を組み立てていくことができる、まあ、普通のしかし本当の民主主義っていうのを、この私はこう地方から
作り上げていくということが大事じゃないかと思っているんですが、それを日本にいい政治、新しい政治を日本に作っていくことが今求められていて、そのために誰が何をするのかということだと思います。そういうことをこうやろうとしている人たちが集まったり力を合わせたり、そしてさまざま選挙に参画したり日常の運動を行ったりということは今広く行われていますんでですね、そちらの方こそ大事にしていけば、人々の暮らしや日本の政治っていうのはいい方に向かっていくと思います。ありがとうございます。河北新報の横川です。私からの滝沢市長選に関して、先ほど出た質問に関連してお聞きしたいと思ってます。1点目なんですけど、先ほど、投票率の質問のところで、知事が今統一教会の問題ですとか最近10年間の、政治の在り方が、の話もされてましたけど、こういったことが影響して少なからず影響して投票率の低さにつながったのではないかというふうに受け止めて大丈夫でしょうか。そうですね、さっき言ったように今の政治状況、統一教会問題はじめ政治不信、政治全体への不信を起こすような状況なので、それが選挙の時の投票率の低さにも影響を与えているんだと思います。続きましてですね、先ほど、主浜さんに対して大変残念であるというようなお話がされてました。告示前に期間中に応援に駆けつける予定はあるかという質問をさせていただいたと思いますが、とお姿が見られなかったように思うんですが、何かこう理由があったのか、もしあれば教えてください。選挙対策本部の方から私のこう運動の依頼がなかったということなんですけれども、依頼がない背景には あまり滝沢氏以外に住所を持っているとか、滝沢市政の中でこう発言したりする、つまりそれは市議会議員さんとか市内のいろんな役についている人、市内に住んでいる人という意味ですけど、そうじゃない人がこう選挙の中でこう目立っていくような形にしたくないっていう選挙対策本部主浜選対の考え方ではないかなと私も察して、選挙運動は行わなかったところです。わかりました。あとその中その答えの中でありました、と滝沢氏非常に大事な市で潜在力もあるというお話がありましたけど、その非常に大事な市っていうのはどういう点でおっしゃってるのかというのと、あと新しく市長に就任することになる武田さんへの期待感を教えてください。チャムチャムマッコーに代表される歴史と文化があり、そして、戦争後開拓という形でこう新しく入っていった人たちがいて、また最近になってこの盛岡で先進的な仕事をする人が住所を滝沢市に持っているということもあるし、岩手県立大学が、滝沢市にあるということもあり、この古き良き伝統文化を生かしながら非常に先進的な産業や地域づくりにも取り組むことができるところですので、大変大事だと思っています。新しく市長になる武田さんに対してはどんなことを求めたいと思ってますか。今言ったような可能性をフルに生かして、そして市民の皆さんそれぞれいろいろ考えがあると思うので、市民本位の姿勢をやればいいんじゃないかと思います。最後にもう1点だけお願いします。赤十字病院の質問があったと思うんですが、このご回答を聞いていると、今のところはその
聞いていないというか、その移転に対して聞いていなくて、ということでしたが、県として進める方向性とこう連携は難しそうというふうに理解した方がいいのか、考え方をちょっと教えてもらえますか。県はこのもうすでに医療計画の策で、始め、今ある、赤十字病院の位置づけというのを踏まえて、県民みんなが必要な医療を得られるような、医療の体制づくりというのにこう取り組んでいるところです。連携は難しそう、移設への連携というのは難しそうなんでしょうか。というか、赤十字病院はすでに岩手の医療の中で非常に大事な役割を果たしてきている実績があり、東日本大震災の時もそうですし、コロナ対応もそうですし、その力をフルに生かしていただきながら、他の病院や診療所、いろんな医療関係、福祉関係等々とこう連携していくことで、県民全体が良くなっていくっていうことをすでにもう県はそういう計画を今実行に移していますし、また次の計画を準備しているところです。わかりました。共同通信の山田と申します。よろしくお願いします。私からも滝沢市長選についてお聞きします。今回の、滝沢市長選、なぜシュハーマさんが時点にとどまったかと思われますか。知事の見解を聞かせてください。それは4万5千人の人たちがそれぞれなぜシュハーマさんに投票したか、もう一人に投票したか、そして投票に行かなかったということの全体の中でそういう結果になっているわけです。わかりました。今回の市長選を含めた、あとそうですね、はい、さらに言うと、その中で結局投票に行かなかった人が多いというところが、いわば敗因なのではないかなと思います。ありがとうございます。今回の市長選を含めて、衆議院選挙、今年の参議院選挙を含めて、立憲民主党的な、立場の方が、相次いで敗北しています。その理由というのを、今考えられていることはございますでしょうか。それはさっき言ったようにミクロにはそれぞれ一人一人の投票行動にそれぞれの理由があるということですよね。そして、そうですね、やっぱり自民党のこの組織力というのは強いんだと思いますよ。さまざまな政治的な組織だけじゃなくて、いろんな産業別の組織とか社会的な組織も動員し動いてもらい、でそういう中に統一教会もあるっていう指摘もされているわけですけれども、そういうこの組織を動かしてやるやり方っていうのは、統一教会の選挙参加のようにもう完全に一人一人の自由意思というのをなしにして上が決めたことに従うというようなやり方はもう民主主義の逸脱なんですけれども、団体によってはちゃんと民主的な決定過程に基づいて、その団体会員、成員の自由意思で団体としても活動する例もあるんですけれども、日本全体としてやはりこのより国民の自由を生かしていくような政治の在り方に転換していかなければならないんだけど、まだなかなかそういう転換ができていないというのが実態なんじゃないでしょうか。個人の自由意思に基づいて、そして自分から進んで政治に参加して、
政治を作っていくっていうような動きが、強くなっていかないと、あの昔ながらの組織力っていうのが、あの選挙の結果や政治の在り方をこう決定していくような状況になるということなんだと思います。ありがとうございます。県民の間で、立憲民主党離れっていうのが起きているのではないかと、思っているんですが、知事の見解いかがでしょうか。今の政治じゃダメだなっていう感触は受けるんですけれども、その新しい、自由で、そうですね、一人一人の主体性をより生かすような政治っていうのが、そうですね、私の前回選挙とかその前の選挙とかこうちゃんと県民の皆さんが今回は岩手の新しい県民計画を作るそのための選挙に参画することで自分も新しい岩手の県民計画作りに参加するんだっていうそういう一人一人の主体性を引き出すような選挙、その前は岩手の復興東日本大震災からの復興をこういうふうに進めていくんだということを選挙戦を通じて、投票行動で広く県民もそこに参加できるというようなそういう、有権者が自由な主体性に基づいて新しい政治の形を作っていけるような形をやはり選挙で作っていくことが大事でありまして、それがなかなかこう、できないとこう昔ながらの組織力伝統的な政治の力で物が決まるというふうになっちゃうということだと思います。ありがとうございます。衆議院選挙で、小沢さんが小選挙区で負けられてから、参議院選挙、今回市長選、小沢さんに近い方が、相次いで落選しております。小沢さんの求心力低下というのはあるかお考えでしょうか。さっきも言ったんですけれども、自民党の組織力とか、伝統的なこう選挙での力っていうのは非常に強いですからね。ですから、それに対抗しうるようなこう新しい政治の展望とか、そういうのをきちっと示すことができないと、日本はやっぱり、大体どこでも自民党が勝つんだと思いますよ。したら、小沢さんは関係ない、今までの結果に対して小沢さんはそんなに関係ないっていう考えってことでよろしいですか。去年から今年にかけて一つあるのは、立憲民主党本部がその岩手県でずっとこう県民と一緒にやってきていたこう岩手型の野党共闘っていうのを党本部がそこにあんまり協力的じゃなかったってところがそれ以前と違う要因ですよね。という事実関係を見ていけば、その辺がこう今までと違うところっていうのが分かるんじゃないですかね。分かりました。最後のトピックにさせていただきますけれども、知事従前から、次の市議選についてはまだ発表できる事項はないということをおっしゃっていますけれども、今回の、市長選を受けて、そのご自身の身体における判断に影響というのはあるとお考えでしょうか。そうですね、なんか報道を見ていると、その今回滝沢市長選で力を発揮した組織力っていうのは知事選でも強いぞみたいな意見もあるらしいんですけれども、
誰が候補者かも決まっていない、つまり政治的な組織の力、動員力などでどんな人でも当選させられるみたいな、そういう政治のあり方っていうのは非常に良くないと思うんですよね。選挙というのは人を選び政策を選ぶものなわけですから、そういう中で滝沢市市長選挙で滝沢市民の4万5000人の皆さんが、人を選ぶ政策を選ぶということをきちんとやれたのかっていうと、結局半分以上の方は投票しなかったっていう結果ですので、ですから来年の岩手県知事選の在り方について、滝沢市長選との関係で何か考えるとすれば、やはりこの政策を選ぶ、人を選ぶ、そしてそれを通じて県民が新しい岩手を作っていくっていう、そういう形を作るような選挙にしていかなきゃダメだということでしょうね。ありました、ありがとうございました。IBC の藤田と申します。私からは新型コロナの状況について改めてお聞きします、はい、今日は県内では過去3番目の感染者数だったということですけれども、先ほど知事のお話の中でも第7波のピークに近づいているというお話もありました。現在の県内の状況は第8波といえるものなのか、知事の認識をお願いします。私は増え始めた段階からもう8波と言ってよかったと思います。ずっともう8波と言っています。増え始めた時期というのは大体どれくらい？申し訳ないが、あそこは県のホームページとか資料があるので、グラフが上に向いた時ということです。はい、おそらく10月中旬以降から増えていると思うんですけれども、その要因に関して知事はどのように考えていらっしゃるか。専門家の皆さんも言ってますが、換気が足りなくなってきたことと、それから免疫がこう弱くなってきたことだと思います。わかりました。ありがとうございます。河北新報の野貝です。よろしくお願いします。はい、私からまた別な話題で何点か質問をさせていただきます。先日岸田内閣の方で葉梨法務大臣が事実上の更迭ということになりましたけれども、更迭となったことを触れ自体のことと、あとはその問題となった発言に対しては、知事はどのようにお考えでしょうか。この死刑について、国会議員が、さらには法務大臣が冗談のようなことを言うというのは決してあってはならないことだと思います。更迭ということについては、この処分というかについてはどのようにお考えでしょうか。法務大臣にしてはいけなかったということですよね。ですから、その後何をしてもそれはもう手遅れということだと思います。はい、その以前もありました、山際経済再生担当大臣の時もそうですけども、更迭としたその判断自体が遅すぎるといった批判がまた今回も出てますけども、そのタイミングとかそれについてはいかがでしょうか。7月8日に安倍元首相が狙撃され亡くなったことについて、当時私は選挙中はそれもさることながら選挙の争点になっていること、今回の選挙で国民がこう決めなきゃならないこと、そちらの議論をしましょうと言って、でも多くの人にこう反対意見をこういただいたわけですが、あの時安倍首相が亡くなったこと、その死が重要なんだと政権の中枢にある方はじめ多くの人が言ってた割には、今風化してるんじゃないかと思いますよ。安倍元首相の死というものが、もうまた総理大臣になるかもしれないというくらい、それが期待されるぐらい力のある国家の中枢と言っていい人が
白昼選挙中に、ああいう形で亡くなるというのは日本の政治の在り方をよほど改めて、そして日本社会をこのガラッと変えないと今の日本は非常にまずいというところから出発しなければならないはず でそういう新内閣になってなかったということですよね。ですから内閣を組織するのは選挙で多数を取っている自民党を中心とした勢力なわけですけれども、改めてもう一回もう今今日でもいいんで日本に今必要な内閣っていうのはどういう内閣なのか、人そして政策ですよね。そこを改めて突き詰めて考えて、二度と7月8日の事件のようなことが起きない日本にするっていう覚悟を国民に示すことが今大事だと思いますね。はい、分かりました。先ほど の, そのお話で、襲撃を受けて、その後新しい内閣になっていなかったといったことですけども、その新しい内閣に ならなかった なってしまわなかったところのこう要因というところをちょっともう少し教えていただきたいんですけども、まず現象として、もしあそこで心を入れ替えてもう体制を一新みたいな格好になっていれば、その死刑というテーマでこうザレ元大臣が言うなんていうことはありえなかったはずですし、統一教会との関係をいつまでもこう説明できないような大臣がいるということもこうありえなかったはずですね。やっぱり事の深刻さにピンときてないっていう状態が今の政権にはあるんだと思います。でも国民にはあるんですよ、非常に由々しい事態だっていうのは。それが内閣支持率の低下、不支持率の上昇として現れているんで、本当に国民の方がはるかにいい感性で今の日本の政治じゃダメだろうとこう強く思っているということですから、そこを反映させていけばいいんだと思いますね。ました。ありがとうございます。次にもう一点ちょっと別な話題でお伺いしたいんですけども、またまもなく今週末に次は大船渡市長選が告示を迎えますけれども、こちらの大船渡市長選についてはこうどなたかの候補者を支援するといったことはありますでしょうか。そうですね、ここも、大船渡市は大船渡市のこう今の状況を見ているとこうやはり大船渡市民の皆さんに、よく考えて、そして必要な行動をとって新しい市長さんをこう選ぶということをやっていただくべき状況で、私としてはそれをこう見守るスタンスかなと思っております。その候補者もすごく多いですけども、これについてのこう考えはいかがでしょうか。まあそうですね、ちょっとそこは不用意に現場の実態をきちっと踏まえないままでコメントをするのは控えたいと思います。分かりました。ありがとうございます。読売新聞の西村と申します。またすみません、自分から盛岡赤十字病院の関係で再度お伺いさせていただくんですが、知事は今後の病院の利便性やサービスの向上を考える上では、現状の盛岡市にあるべきか、はたまた滝沢市に移転をするべきかなど、どのようにお感じでしょうか。それはまず赤十字病院に限らず、こう病院経営の主体はまずその病院自身の自立性というものが尊重されるべきですし、一方県立病院が企業局としてのさまざまな経営判断もあると、個々の病院だけじゃなくてですね。ですから赤十字は赤十字で、赤十字本部としての考え方や判断もあるわけでありますが、そういう団体の本部の考え方と現場の病院の考え方で、これはもう日々より良いやり方をということをこう
なレベルでこう工夫してやってるわけで、そこを尊重していけば、そうそう変なことにはならないと思います。すみません、変なことにはならないというと、例えば どういった。そうですね、そのようなこう、責任を持つ人たちがそれにふさわしい主体性を持って、自由に判断しながらやっていくことが望ましい病院経営の在り方だと思います。わかりました、ありがとうございます。続いて話題が変わって、政府の、先月行われた税制調査会で話題に上がりました走行距離課税の関係でお伺いいたします。電気自動車の走行距離に応じて課税する制度の、導入の検討という形ですが、本県も県土が広く影響する県民も多くいる恐れがありますが、これについての知事のお考えをお聞かせください。今やっぱ非常事態というところがあって、コロナによる消費の減退と物価高による経済への影響ということで、この国民県民になるべく負担は加えずに逆に負担を軽減することが今求められているんだと思います。そういう状況で地方の人ほど自家用車を多く利用し長い距離走るという傾向があるわけで、岩手のように面積の広い県はまさにその中でも特にそうなわけでありまして、そういうところにこう負担のしわ寄せがいくような税の集め方というのは良くないと思います。ありがとうございます。一方で電気自動車の移行でガソリン税の減収というような状況もある中で、今後の税制度について検討されるべきところですが、なかなか岩手にとっては厳しいという課税だと思いますが、今後のそういった自動車に関する税の在り方については知事はどうお考えでしょうか。税制っていうのはこう組み合わせなので、例えば岩手県民は消費税はゼロ、それだけじゃなくて逆に消費に 10% ずつ支援を上乗せするみたいな、そういうマイナス消費税みたいな特別措置を、岩手だけじゃなく地方にはそうやって手厚い地方への税制優遇をやった上で、自動車関係でこの利用しただけ税収をいただくようにするとかっていうのはまだ検討の余地があるかもしれません。いずれにせよ特に今きつい地方の生活や地方の仕事を特にそこをさらに負担を加えるようなことは好ましくないということです。ありがとうございました。質問なく申し訳ありません。ポリオタイム佐々木でございます。はい、先ほど、山田さんの質問なくなりました、県民計画について、昨日ですね、第2期アクションプランの素案が示されました。そのアクションプランについて、褒められた思い、それからあとパブリックコメントや地域説明会も始まりますが、その件について何か県民に呼びかけたいことがあればお願いします。これは市町村長さん、そして普段の県議会での議員の皆さん、多くの団体を通じて県民の皆さんの声を集約して作っているところですので、私は一方ではそうやって私以外の多くの人たちの意見ができるだけ反映されるようにっていう視点がまずあるんですけれども、そうやってできてきたものはかなり我が意を得たりというところがありまして、人口減少対策っていうテーマに集中することで、こう今目の前にある地域の課題っていうのがはっきり見えてきて、でそれを乗り越えるにあたってはデジタルとグリーンが大事だという、そういう、組み立てっていうのも非常に時代にマッチし可能性が広がる、組み立てだなと思っていまして、この方向でこう細部が詰まっていくといい計画になると期待しています。岩手朝日テレビの鶴巻です。すみません、はい、先ほどですね立憲民主党のお話の中で最近 の,
衆院選と参院選、それから滝沢市長選と、ちょっと立憲の方が少し弱、あの勢力がちょっと弱まっているような今の指摘がありましたけれども、あの知事選に関してですね、達増知事 の、 あの令和元年の2019年のですね、知事選をこう振り返ると、非常にこ の、 あの自民党支持層からもすごくこう評価を受けて、こう知事自身もあのニュータイプというようなふうにお話もしていたと思います。もしあの今あの知事選への挙手は明らかにしてないものですけれども、あのもしこう出馬するとなれば、あの前回 の、 あの戦略というものは変わらないのか、それとも何かこう変えていきたいものなのか、そのあたりはどのように考えますか。あの行政は中立に、政治は自由にというのが民主主義の原則ですので、行政に関してはもう何党の人であろうが、申請があって適切であればそれは認可はどんどんされるし、いろんな補助事業やら何やら、党派関係なく必要なところにそういった事業がこう行われていくわけでありまして、まあ、ちなみにそういう考え方っていうのは、山際大臣がその正反対のことをさっきの参院選で言ってたように、そうじゃなくていいと思う人が結構日本の政界には多いので、実は行政中立っていうのは当たり前のようでいて、それが実は政治的に独特なスタンスでもあったりしますよね。まあそういう意味で自分が今までこう学んできて、そして実践を積み重ねてきて、これがこう民主主義の正しいやり方だと思うところをこうさらにこう積み重ねながら、まあ、今目の前の仕事に当たっていきたいと思います。あの選挙戦で訴えた時のようなあのニュータイプの姿勢というのは変わられてないというような感じですかね。ニュータイプは、保守だからといって自動的に共産党や社会社民党とは対立するとこう決めつけないということで、そういう政治姿勢は今でもその通りですよね。そして逆に自民党という存在も絶対悪とは決めつけず、やっていくという、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、復興というテーマであればもう全ての政党と、これ行政だけじゃなく政治的にも力を合わせる復興というテーマに関してはですね、そういうところにこう躊躇しない、積極的にそういう方向に踏み出すっていうのは今でもそうです。ありがとうございます。デイリー東北新聞社の福山と申します。よろしくお願いします。先ほど少し税のお話が出たんですけれども、今の国の方でですね、その防衛費の増額について国民の負担を求めた方がいいというような風潮にもなってきています。こういったその動きというのはどのように受け止めていらっしゃいますか。私は今はむしろ軍縮ですよね。これは原恵首相の時代に似てると思っているからなんですけれども、今まで冷戦時代にそれぞれある程度軍事を拡張し、で冷戦が終わった後も地域的な緊張に対応するってことで、日本やその周辺の国々、アメリカもそれぞれ軍事力はレベルアップをさせてきているわけで、そろそろそうですね、日本、中国、そしてアメリカ、韓国、北朝鮮、まあ、ロシアも入れられればいいんですが、それはいわゆる6カ国協議でやつに参加してた国々なわけですけれど、まあ、東アジアの、東アジアに軍事的利害を持つ国々が軍縮交渉を始めるべきだと思いますよ。そして、尖閣
列島の尖閣諸島のことについてもちゃんと中国と話し合ってお互いの公船、政府の公の船をお互い角突き合わせているのは無駄だから一定の距離離そうじゃないかみたいな、そういう交渉をするべき時期なんだと思います。でそういう交渉をすればかなりお互いに軍事にかけてるお金は減らすことができて、それを民生、生活関連、人々の暮らしを良くすることの方にかけられて、実は中国も本当は民生にお金をかけたいんだと思いますし、それはアメリカや韓国、北朝鮮、ロシアもそうなんで、6カ国協議の枠組みで東アジア軍縮協議っていうのを立ち上げ、逆に防衛費を減らせるようにしていくべき局面だと思います。ありがとうございます。そのためにはまずその政治による解決というのがまず必要なのではというふうな、そういったご趣旨でしょうか。政治による解決っていうか、閣議とかでまあそう決めて外交交渉を始めて、相手もいいよって言えばすぐにでもこう始められるんじゃないかと思いますけど。わかりました。ありがとうございます。岩手に一日新聞社の松子です。はい、私からは今月初めに一関市でありましたスクールバスへの一時児童の置き去りの件について質問したいと思います。まあ、所管としては、教育委員会の方なんですけれども、まあ、今全国的にですねバスや車内への置き去りが問題となっている中で、まあ、県内でこのようなあわや、大きな事故につながりかねない事案が発生してしまったということについては、知事はどのようにお受け止めになりましたでしょうか。子ども児童の安全、場合によっては命に関わる重要なことで、置き去りというのはあってはならないことであります。まして、幼稚園、保育園、就学前の子どもについて悲惨な事故があったばっかりなわけですから、特に気をつけなければならないような時にそういう事案があったことは非常に残念です。一関市教育委員会も反省の弁を述べて再発防止策取り組んでいるということですけれども、そういうふうにしてほしいと思います。そして県の教育委員会は改めて、11月11日県立学校と市町村教育委員会にバス利用における児童生徒の安全管理に関する通知を出して、改めて、安全を呼びかけているということで、そういう、ことがちゃんと実を結ぶことを期待します。今回はですね、児童が保護者からクラクションを押しなさいというふうに指導を受けていたということが、すぐに助かるということにつながったようなんですけれども、昨日市教委と県教委の意見交換会の中でもいろいろやり取りがあったようなんですけれども、知事としてもどういったことに、ご県民や含めて注意喚起の言葉などあればお願いいたします。そうですね、悲惨な事故があった直後からテレビ、新聞などでクラクション鳴らせばいいんだとか、クラクションが鳴るようになってるとか、いろんなそういう情報は出てきましたので、まず自分の身を守るためにそういうことを知っておくっていうのを、子どもが家庭や学校でそういう情報を自分のものにするということは望ましいと思います。ただ子どもだけの自己責任にするわけにはいきませんので、やはりこのバスを管理する主体がきちんと、見逃しがないようにするということが第一であります。
ありがとうございます。その後立憲県連で常任幹事会が開かれて体制が刷新されたんですが、まあ、そこには、まあ、志名さんは入っていないわけで、まあ、刷新された立憲県連の体制で、まあ、これから統一地方選挙に臨んでいくのかなとも思うんですが、まあ、それについての所感と知事が望まれるような今の立憲県連が体制なのかというのをちょっと聞かせていただければと思います。政党の在り方は特にその団体としての自立性自主性が求められますので、構成員が話し合って民主的に決めていけばいいんだと思います。ただそうですね、日本の風潮としてこう今議席を持っているこの議員たちがこうその議席を持ち続けられるよう、いわばこう選挙互助会的に力を合わせていればいいんだみたいな風潮がともすれば日本の政治にはこうそういうのが出てきて広がり深く根を張りがちなところがあるんで、あくまでその議員の議席っていうのはそれは有権者のものなのだっていうですね、民主主義の大前提をまず忘れないようにしてほしいと思います。ですから議席を持っている人たちがどういう位置づけになるかっていうことよりも、いかにして、有権者、そして選挙権がなかったとしても子どもたちでもこう国民県民なわけですから、そういう人たちが自由に政治に参加してその人たちの思いをきちっと形にできる、そういう政治をどう組み立てていくかっていう方に集中してですね、そのためだったらもう今議席についているような人たちはもうみんな一旦引いてこう新しい体制作りに身を捧げるみたいなことをやってもいいくらいの今の日本の政治情勢なんだと思います。今回かなり若返ったっていう印象なんですが、それについてはどう考えますか。知事としてはどういうふうに受け止めますか。そこはまさにどうすれば国民県民に自由に参加してもらえる政治の形を作っていけるかということでいろいろ考えて工夫をされているんだと思います。うまくいけばいいなと思います。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。